そわだつみへ。本当に変装が使えるようになったの？皆様のご来訪を一体何をしたのさ。話を聞いてるの？はあ、もういいよ。で、これからどうするの？兄貴の家まで遠いようなら、ホテルか何かでしっぽりと休んでいきたいんだけど。ちょっと待った！姉ちゃん、まさかただ乗りしようってわけじゃないよな。もしかして同業者さんかな？見慣れない制服だけど、一体どこの所属なんだろう？兄貴、助けてあげたら？恩に着せてお持ち帰りするチャンスだね。でも、あの子も兄貴と似たような状況みたいだよ。はいはい、お持ち帰りしてくる。あなたは？この姉ちゃん、船をただ乗りしようとしやがったんだよ。いえ、そんなつもりは。だったらどんなつもりだったんだよ。チップにくくりつけた口座が凍結されているのに、どうやって船賃を払うつもりだったんだ？それは。コインですか？助かるよ姉ちゃん。情にはつい先鋭がいてよかったな。申し訳ありません、助かりました。このご恩は必ず。同業者ですか？そうだ、私は兵士、物の札、それはきっと間違いない。そうだ、私にも名前や階級があるはずだ。名乗られたからには返さないと。でも、一体私は。はい、申し訳ありません。頭に霞がかかっているようで、何から何までおぼろげで。
ご忠告、感謝します。その組織の名前は、幸いながら覚えていますので。本当に大丈夫かな？ありゃ相当に重症だね。しかし、兄貴ももったいないことするよね。あの様子なら、押せば簡単に転びそうなものなのに。私を意識してくれてたんだ。でも大丈夫、私は軽いキスで満足できる女だから。ほら兄貴。ってちょっと、冗談だから置いていかないでよ。兄貴、あの子のことを心配している場合？この街を見て兄貴の先行きが不安になってきたんだけど。お父さんに挨拶しないとね。親父さんはパパと呼ばれるのとお父さんと呼ばれるのとどっちが好み？島から離れることになった。俺が戻ってくるまで留守番を頼む。口座の生活費はお前の口座に振り込んでおいた。もしかして兄貴って親父さんと仲が悪かったりするの？兄貴、兄貴、その仕事の件なんだけど。違うって。実はさっきから裏でずっと求人情報を漁ってて気づいたんだけど、これ見て。滝沢総様、あなたに適合する求人情報が新たに1件見つかりました。海はいいで
ですな。眺めていると時間があっという間に過ぎていく。待ち合わせ場所に選んで正解でしたよ。はい、ご足労願って恐縮です。私のことは加藤とお呼びください。名は明かせませんが、去る企業のエージェントを務めさせていただいております。話が早くてありがたいです。滝沢さんは光華学園をご存知ですよね。ニュースピーク社ですな。ですがあの会社は一昨年に採算割れで撤退しています。ところが学園生の一部が廃校を受け入れず、今も校舎を占有して自主的に授業を続けているようでして、どうやら学園生のリーダーが相当にしたたかな少女のようで、わだつみ上層部とのコネを使って活動を黙認してもらっているようですな。それで滝沢さんにはこの学園に潜入していただきたいのです。幸いながら滝沢さんはこの島出身ですし、資格取得のために入学を志しても不自然ではないでしょう。初等教育の後、富岳の訓練所を卒業されたのは存じています。それでも民間人の少年少女ならまだ学園に通っていても不思議じゃないお年だと思いますが、滝沢さんは最近わだつみでテロが頻発していることをご存知ですか？それを調べていただきたいのですが、学園生らは結束が強く、わだつみ上層部も彼らを保護している。外部からでは内情がさっぱりつかめないありさまで、申し訳ありませんが、依頼主の素性や目的は公害を禁じられておりまして、まあその分報酬は弾ませていただきます。この場で返事しろとは言いません。一日じっくり考えてみてください。そうですか、引き受けてくださいますか？いや、それは本当に助かります。念のため申し上げておきますが、何かありましても当方としては一切関知できませんので、できるだけ穏便にことを進めていただきたい。やはり同郷のお友達に銃を向けるのは気が引けますか？ご心配なく、テロに関与した者はすでに民間人ではありません。それにあまり油断しない方がよろしいか。辺境の子供はいろいろとたくましいので。おっと、失礼、あなたもこの島の出身でしたか？なるほど、では
ご一行をお待ちしております。兄貴、人相から素性は照合できたけど、ありゃデザイナーズチャイルドだ。ビジネス特化のモデルだよ。ってことは間違いなくクローンされているね。個人の特定は困難だろうな。はいはい、学園への編入手続きはしておいたから。予想はしていたけど、ろくな審査もなくて助かったよ。そうだね、これで私も思い残すことはないよ。考えとくね。公園に文化施設、個人商店。へえ、わだつみにもこんなエリアがあるんだね、お兄ちゃん。店のシャッターは下がり放題だし、公園の雑草も伸び放題だし、デートにぴったりじゃない？お兄ちゃん。いや、今さら昔ながらのリアルの学園にね。しかもお兄ちゃんと一緒に通うことになるなんて思ってなかったよ。よお兄ちゃん、ユーリはそこまでおバカさんじゃないんだよ。あ、お兄ちゃん見て、学園が見えてきたよ。ちょっと待ちなさい。私は生徒会長の天ヶ瀬真央よ。役所から通知があったから分かっているわ。あなたたちね、物好きな転入希望者ってのは。やっぱり君、そうくんだよね。わだつみに帰ってきていたんだ。何よヒロミ、あんたら知り合いだったの？うん、小さい頃いじめっ子から助けてくれた、僕にとって憧れのヒーローさ。うわぁ、何やってんだよヒロミ。ここは真央の姉御が仕切るから黙ってるって話だったろ。
っと、ナナカ、やめてよ。あら、勘違いしているんじゃない？まだ入れるわけじゃないわよ。この学園に入るためには入学試験をパスする必要があるの。ねえお姉ちゃん、ユーリはお勉強だけじゃなくてお友達も欲しいの。その試験って簡単なのかな？はじめまして、ユーリちゃん。じゃあこれから試験の内容を伝えるからね。滝沢荘、私とシュミクロム対決をして勝つことができれば二人の入学を認めます。兄貴、どうする？どうもこの人たち、あたしらを入学させたくないのかな。そうよ、さっきから言ってるじゃない。じゃあ早速ダイブするわよ。私たちはクズたち広場って呼んでるの。光華学園の仮想施設よ。今はわだつみの偉い人たちのお情けでここを使わせてもらっているの。あのスクラップの山から探し当てたみんなの苦労の結晶よ。さあ始めましょうか。準備はいい？拒絶したら試験不合格だからね。並走システムを認識できません。どうしたの？なんだか汗がすごいわよ。まさか、おじけづいたのかしら。いいわ、後で不調を言い訳にされても鬱陶しいし、待っててあげるから早くして。ここにいるはずなんです。
えていることがあって、私たちの目的を達成するためにはとってもとっても強い力が必要なんです。私のお友達、皆さんマイペースでちょっとわがままで人一倍警戒心も強くて、なのであなたのことは最初は知らんぷりしちゃう子もいっぱいいると思います。でも少しずつでも絆が深まれば手を差し伸べてくれるはず。だから私たちと向き合って、そして戦友となれるよう鍛え上げてくれますか。はい、交渉成立です。失敗は
の何とやら。お役に立てるよう強くなります。よろしくお願いします。難しいけど頑張ります。よし、負けないぞ。お役に立てるよう強くなります。お役に立てるよ。おはよう。今日も頑張ろうね。おはよう。今日も頑張ろうね。そんなに見られると。おはよう。ハロハロ。お姉さん頑張っちゃう。お姉さん頑張っちゃう。見たって何も出ないよ。お姉さんが、お姉さん、皆さんの体調管理も私の仕事です。本日の予定を確認します。皆さんの体調管理も私の仕事です。皆さんの体調管理、飽きるまで見ていってください。皆さんの体調、元気に特訓するであります。おはようございます。かけっこなら負けないです。かけっこなら負けないです。恥ずかしいですけど頑張ります。です。かけっこなら負けない。待たせたな。我らに
続け、勝利は我が手に。なんだよいきなり。もう散々待たせておいて何を一人で意味不明なこと絶叫してるのよ。ああれは俺流の気合の入れ方なんだよ。おい、急に出てくんなよ。えへん、妖精は心の清い人にしか見えないのであります。そうなの。あなた、さっきから何をブツブツ言ってるの。ちょっと歩き、大丈夫？まさかこっそり役なんてやってたりしないよね。ああ、取り乱してすまん。これでも緊張してるんだよ。あ、確かに不思議ですね。なんであなたに見えるんでしょう。で、どうするの。降参するなら今のうちよ。降参？とんでもない。俺は早くドンパチしたくてうずうずしてるぜ。そうなの？ちょっとトリックスター。おいあんた、一体どんなイカ様を使った。何のことだ。さっきまで並走システムが死んでたのに今じゃ生き生きとしていやがる。一体どんなイカ様を使ったんだ。聞いていなかったのか。メンテしたんだよ。こいつ、加藤の資料には載っていなかった人物だね。おそらくはハッカーやクラッカーの類。しかも俺のシステム情報をハックしていやがる。スキル相当高い。そんなことより、とっとと勝負を始めよう。それとも、降参するか。もう小細工はやめ。いいわ、始めましょうよ。加藤のデータによれば、この子、シミクラム大会の個人戦で地方予選を準優勝しているみたいだよ。なるほど、腕前にも自信があるわけだ。ええー、もちろん。あなたこそ、女の子相手に臆したりしないわよね。もちろんだ、本気で挑ませてもらう。じゃあ、行くわよ。入学試験、開始。そこか。私らも戦わせてくれよ。翔くんには悪いけど、僕も参戦するよ。真央さんは僕たちのリーダーだ。大将の身はみんなで守る。バカ！余計なことはしなくていいから。いいぜ、俺に思うところがあるやつはかかってこい。面倒だからまとめて相手してやる。濡れるね。おい、トリックスターだったか。感覚リミッターはちゃんと設定しているんだろうな。かーい、戦闘中に敵の気遣いとは恐れいるね。安心しな、リミッターならすでに安全圏までに効かせてやる。怒っても死にはしねえよ。あんた、舐めるのも大概にしなさいよ。やっ、絶好調。そこか、ヘイカッ、嫌い。そこか。ヘイ、それ。そこか。ヘイ、そ。やっせー。ヘイ。そこか。油断しません。ヘイ。それそれ。
それなりました。そんな、そこか、やっちゃった。民間人は束になっても怖くない。無意識に急所を外そうとしてくれるから、どうしても動きに隙ができる。シミクラムを使うなら、やる気で来い。でなきゃ、そんな物騒なおもちゃは捨てた方がいい。まだまだ動ける限り、私は諦めたりはしないわよ。おい、まだやる気か。そう、逃げて。私は大丈夫だから、早く。ちょっとトリックスター、いきなり何をしてくれるだよ。悪い、姫様からのご命令なんだ。今は実習時間のはずです。自分たちが決めたルールぐらい尊重して。非常事態だったんだから仕方がないじゃない。そもそもあんたは今まで何をしていたのよ。私はルールを守って一人で実習していました。文句ならその不審者に言ってよ。あなたは一体誰ですか？誰かと勘違いをしていませんか？私は、美咲などという名前ではありません。そうですか。私は、鈴宮凪です。あなたは？君もこの人の名前ぐらい知っているはずだよ。鈴宮さんは和田摘みインダストリーの次期当主なんだよ。おかげさまで数年前無事退院できました。それで、あなたは一体何用でこの学園に？天ヶ瀬さん、だってあからさまに怪しいでしょ。富岳の訓練所を出た傭兵さんが今さら学園に通いたいとかおかしいでしょ。じゃあその軍隊では教えてくれない技能ってのは何よ。
学園はナンパ目的で来るところじゃねえぞ。そうくん、子供の頃から女の子と接するの苦手そうだったもんね。兄貴、あたしがいたじゃない。忘れちゃダメですよ。これでいいですね。